こちらは昨日午前11時ごろ、滝沢市の国道46号線を走る車のドライブレコーダーの映像です。次々と車を追い越しながら猛スピードで走るワゴン車、すぐ後ろをパトカーが追いかけます。その後ワゴン車は対向車線に入り逆走を始めました。警察によりますと、雫石町で外国人が運転する不審なナンバープレートをつけた車2台が見つかり、職務質問しようとしたところ、警察を振り切り逃走しました。1台はこんな場所に。逃走していた外国人は車に乗ってあちらの水田に突っ込んだところを確保されたということで、現場は稲がなぎ倒されてしまっています。警察はカンボジア人の自称チュム・マカラ容疑者24歳を入管難民法違反の疑いで逮捕。昨日午後6時過ぎには逃走を続けていた他の男5人を滝沢市大釜の国道46号線で確保しました。いずれも職業住所不定のカンボジア人で、パスポートの不所持や刃物1本を不法に所持していたとして逮捕されました。いずれも容疑を認めています。車のナンバーから男らは太陽光発電の施設から銅線のケーブルを盗む窃盗グループとみられています。警察によりますと、県内の太陽光発電の施設における銅線ケーブルの被害が今年はすでに7件確認されているということです。